血まみれの道とは、ランドマークバプテストの著作物。アナバプテストが、キリスト教の教派の中で最も古く、心霊による信仰者へのバプテスマが、唯一の正しいバプテスマであり、その継承者がランドマーク派のバプテストであるとする。自らプロテスタントであることを否定している。地のランドマークをたどっている。文中にその目印として、ザ・ランドマークスをアナーマークスとある。 カトリック教会と使との教会は関係ない。暗黒時代にクリスチャンは迫害された。アナバプテストはキリスト教の教派で最も古い名称である。幼児洗礼を拒否した真のクリスチャンはいつでも存在した。ドナテイスト、ポーリションス、アルビハ、ワルドーハがアナバプテストである。暗黒時代にカトリックでない教会が常に存在した。霊的な教会は イエス・キリストが創立した。霊典は、バプテスマと主の晩餐のみであり、記念である。教約者は、教会の下辺である。純粋な改修正法と教理は、新約聖書だけである。教会員は、信者だけである。資格は、神霊によるバプテスマと、新約聖書への忠誠である。教会の独立聖教分離完全な宗教の自由。 ランドマークバプテストの歴史チャート結のランドマークをたどっている。田島浩二役のほかに、鶴巻聖書チャペル牧師、関修寺監修、同選教師、大山明平分家、地の足跡2003年が出版されている。ウィリアムハルウィリアムヘスウィツット、マーターダム・オブ、A モデレート、ディスティンクティブリー・バプティスト、エッセイズ、オン・バプティスト・ヒストリー、エド、マーク・エイ・ジョリー、 ジョンディ・ピアス、ピアニッシモ、237から78、P255、ノート70。ありがとうございます。